マイスイートホーム。もう2年近くになります。新型コロナ感染症が世界を覆ってからステイホームが提唱され、世界中の人がじっと家の中に身を潜めていることが保健衛生上の金科玉条として掲げられました。地球上の人類がこれほどこぞって巣ごもりに突入したなんてこと、おそらく歴史上で初めてなんでしょうね。私も人生でこれほど長く在宅の月日を過ごしたのは初めてです。これまでの人生で家族とは、世間へ飛び出していくためのスターティングブロックか、飛び箱の踏切板のような外へ高く勢いをつけさせてくれる内側だと思い定めて、夫や父や亭主を務めておりましたが、人生ここに来てさすがに考え込みました。ステイホームの日々、日がな一日妻と過ごすのですが、とにかく尽きることなく叱られる毎日の繰り返しです。衣食住の細々にこれほど厳密なルールが定められているとは気づきませんでした。例えば玄関で脱いだ靴は土間でも靴箱でもつま先を外へ向けてしまうように、クローゼットに衣服を吊るすとき、クエスチョンマークのハンガーの頭を奥へ向かってかけること、キッチンでの食器洗い、水量は中を最大にしてシンクの外へ一滴の水もこぼさぬことなどなど、家事すべてに女房殿の定めたルール作法掟がありまして、違反するとそれはそれは激しく叱責される毎日です。全く勝てません。女房殿の家事全般にわたる眼力のすごさは、キッチンの引き出し、わずかスプーン一本を私が取り出しただけで触ったでしょうと見抜く隙のなさです。で、マスク、ディスタンスを気にしながら散歩に出た公園での出来事です。若いお父さんが愛らしい娘を抱き上げて手洗い水道で懸命に指導する姿を目撃しました。その掛け声が、きれいに洗わないとママに叱られるよの連呼でした。おそらく若きその方も家庭で私と同じ体験を積まれている途中なのでしょう。人が健康に清潔に暮らすことの重大さを担う存在なくば、世界に明日がないことを思い知らせるパンデミックです。もしかするとそのことを悟らせるためのパンデミックかとも思った次第です。武田鉄矢。ということで、実は武田鉄矢さんからご家族に宛てたお手紙をお預かりしておりました。そうです、はい、もうちょっとね、私がなんとなく武田さんの雰囲気を出すのはちょっと難しかったと思いますけれども、そうですね、本当に私もピアノを4歳から始めて、やっぱりこう家族 の母と父とそして兄がいるんですけれども、その3人のサポートって絶対必要で、自分が今ここに立たせていただいているのも本当に家族の愛があってこそだと思うので、こう武田さんのお手紙を聞きながら、こう改めて家族愛についてなんか考えさせられて、とってもこのお手紙も染みながら演奏させていただきました。今回 の世界史的な事件は思い知らせましたね。そのいわゆる家庭というもの の味わいといいますかね、パンデミックの最前線に立ってたのは実は妻ではないかと、これはすごいもんでして、私はもう本当に今もまだ癖が取れてませんけど、やっぱり家の扉を開けてただいまって帰るところが、パンデミック以降はすいませんで入るようになりましたからね本当ですか
でもまず今のお手紙が武田さんからだったということがもうまずびっくりしたんですけれども